湘南戦 2-2 引き分けでアルベル東京先制点 100% 勝ち神話が終わってしまったのだ。それに内容は全然だったし、なんで2点取れたかもわからないけど、負けないだけ良かったのだ。ホップステップチャンネル登録なのだ。ダメダフトボールです。最近あらゆるジャンルでズンダモンの動画ばっか見てて、口調が影響されているのだ。特にズンダモンと学ぶフラットアーサーの動画が面白くておすすめです。で、そんなことはどうでもいいのよ。ズンダモンにでもならないと受け止めがたい、つらたんな試合が続いているわけで、湘南戦見ていきましょう。まずは試合経過から。内容は後でやるので、ここでは得点中心に追っていきます。前半30分東京が先制1対0。東、穂高、中川、松木と繋いでシュート。弾かれたところを中川が決めた。中盤からいい流れで繋いでフィニッシュに持ち込めたのは、この試合ではここだけだったかもしれません。涙。後半54分と65分に東京連続失点で湘南が逆転。1対2。ここ1点目は、クバのキックミス、プレゼントパスでコーナーになっちゃってクイックリスタートを決められたのと、2点目は穂高が奪われてから、えぐらへクロスを裏に通されて、そこにタリクが飛び込んでって流れだけど、そもそもあんなに詰まりそうなところに、今から投げますよ、見え見えのスローで、穂高にフィードをつけたクバに、結構な責任があるってのは厳しすぎでしょうか。内容を見ればこの時点での1、2は、なんら不思議でないものの、それでもこのまま負けてしまうのかって矢先の65分。あとがファールをもらって得たフリーキック。松木からパスを受けたアダユートンのクロスに、エンリキヘッドで同点、2対2。試合終了。スコアは2-2で叩き合ったみたいだけど、全くやれた手応えがないのだ。では試合の内容について、ポイントを3つまとめてみました。1個ずつ説明していきます。1、湘南のクオリティが去年より上がっている。いきなりの相手褒め。それを言っちゃうかもだけど、昨日の湘南、引き分けられはしたものの去年より強いと思う。中盤から先の攻めが早い。縦と裏への狙いが早い。東京のディフェンス裏側に走り込んで、そこにパスが出てくる。一発狙いではなくて短い距離。混んだところからそれをやってくるところに連動の高さを感じた。で、一度スタッツを見て、非シュート19本。チャンスをしっかりフィニッシュまで持ってってる。裏狙いまくってるのにオフサイドゼロはすごいっていうか、東京の守備がそのラインの攻防に対応できなかったのが出ちゃってるかも。2、これは中盤止まりませんよね。それだけ裏にポンポンパスを出されたのは、中盤を制圧されたから。湘南のシステムは、昔で言えば 3-5-2。今っぽく細かく言うと、3-3-2-2 か 3-4-1-2 だか。これめちゃくちゃよくできてると思います。センター3枚が、前に後ろ1の逆三角形。サイドのウィングバックの役割が肝で、フォワードを追い越してのオーバーラップや、劣勢時には、ディフェンスラインに吸収されて、ファイブバックになる。ってのが、去年の対戦の時にはよく見られたんだけど、今年はオフェンシブハーフが、外に開けば当たり前にウィングバックが中に入って、ファイナルサード中央からの仕掛けに参加したり、中盤そこに数的優位が欲しければ、アンカー脇を埋める。こういった動きがめちゃくちゃ多くなってて、攻守の厚みが増し増しベルマーレ。対する東京は、はじめ4-3-3でスタート。多分湘南の逆三角形との噛み合わせ、ミスマッチを嫌って、前半20分には東小泉の2ボランチ、松木ワントップに変えてきたんだけど、さっき話した湘南のウィングバックオフェンシブハーフ、外と中の取り合いをあんなにうまくやられちゃうと、付け焼き場の4-3-3から4-2-3-1の変更では、中盤の主導権握られるの止まりませんよねってやつ。結果東京のビルドアップは外も中も蓋されるし、深く攻められてからのカウンターには早めにチェックが入る。で、攻めてくるときはこれ。ベルマーレの選手が塊で攻めてくる。最後3つ目。東京のサイドバック、受け身すぎるのでは。じゃあどうすればよかったかって、私こうすれば勝てたみたいなのはさすがにズーズーしすぎて言いたくないんだけど、この試合の東京の両サイドバック、基本的な位置取りが低めに見えました。去年東京がいい試合をした時って、大体このくらい高めにサイドバックがポジションを取ってたはず。さらにカシーフで言えば、ハーフラインを超えるぐらいいっちゃってる印象ある。でも昨日は全然高さがないから、受け身になって対面の相手に自由にやらせすぎちゃった。そのあたり東京のサイドバックが勇気を持って前身に立てれば、湘南ウィングバックの動きをもっと制限できて、東、小泉、松木ら、
中盤の助けになれたのかもって思います。以上が試合のディティールで、採点の方もやっていきます。はい、ゴールキーパー装備区 5.0、 クバじゃなければあんなに防げなかったが、クバじゃなければあの2失点はなかったはず。悪い意味でのゲームチェンジャーになったのをより重く見た。ディフェンスセンターバックエンリケ・トレヴィザン 6.0、 ゴールの分加点されているけど守備はやられていた。ビルドアップの横パスが弱いのは寄せられる隙になってると思う。センターバック木本 5.0、 守備に目立った強さがあるわけではないので組み立てで力を発揮できないと評価は伸びない。左サイドバック徳本 5.5、 玉際で奮闘できているので印象良くなりがちだけど、基本受けのポジショニングで相手を押し込めていない。この辺、このところまだ徳本の間を使われている原因かも。右サイドバック中村穂高 5.5、 先制点へのつなぎはスムーズだったが、まずは試運転って感じあり慎重だった。この試合激しさって点では長友に軍配。ミッドフィルダーボランチ東 5.5、 シュートブロックや配球など要所で仕事はしていたが全体的には普通だった。今や東は中盤そこで1枚っていうのが最も生きるアンカーの選手か。ボランチ小泉 5.0、 湘南のスピーディーな中盤、縦への勢いになすすべなかった。トップ下松木玖生 6.0、 戦術的劣勢の中でフィジカルの強さと闘志が光っていた。中川の先制点につながった強引なドリブル侵入はチームを勝たせるプレー。セットプレーの精度は課題。フォワード左ウィング田原積田 5.0、 ルーキーだけど一人でやりきれというミッションは過酷か。課されたハードルが高い。少しかわいそう。右ウィング中川 6.0、 先制点のこぼれを拾ってからのシュートにつなげるボールコントロールはさすがだった。ただし全体的にはこの日も連携壊滅で苦しかった。センターフォワードディエゴ 5.0、 チームが苦しいからこそストライカーとしての役割を求めたいし、チャンスメーカーとして見ても微妙だった。控え選手ウィング渡辺龍馬 6.0、 49分のチャンスは決めたかったが、狭くても前を向ける、ゴールに体を向ける意識がひときわ高いあたりに高評価をできる質がある。トップ下阿部シュート 6.0、 危険な存在。東京の中で相手が一番怖いところを分かっているのは阿部シュートかもしれない。ウィングアダユート 6.0、 ワンアシスト、結果につながった日のアダは良いアダユート。プレイスタイルの賛否はあるが、完全にアダに頼るしかないチーム状況、悪くは言えない。サイドバック長友 6.0、 玉際に闘志が現れていた。私たちの知っている長友優斗だった。はい、ってとこで、エンリケと中川点取ったのに 6.0?って思った人もいるかもしれませんが、プレー内容を考えると気持ちよく 6.5 をつけられないって感じでした。よってマンオブザマッチも東京からは選べません。以上、まとめ。なんだかベルマーレのサッカーを褒めたばっかみたいな動画になってしまった。でもボロボロな状態の東京にとって、一番当たってはいけない戦術が徹底された感じの相手から勝ち点1が取れたって思えば、試合の中身がどうだったかを考えるほどそう思ってもいい気がしてきたのだ。はい、やっと怪我人が実戦復帰し始めた東京に再浮上の兆しは見えるのか。それは次の土曜日4月15日ホームセレッソ大阪戦に注目って感じで、今日はここまで。ずっと悔しい試合が続いちゃってるけど、また次の動画も見てくれると嬉しいです。以上、タメダフットボール濃いめだでした。じゃあねー。湘南ベルマーレ、天敵認定。